結果発表。再禁止、まあ禁止の対象になっちゃうと思うんで、もう一回。はい、というわけで、12月4日に禁止制限告知が新たに発表されましたと。僕の予想と、まあ、実際にされた、制限告知については画像が出てると思うんで、まあ、そちら見ていただきたいんですけど、まあ、あのパイオニアはね結構いい線いったんじゃないかなと思います。はい、でまあモダンはまああの劇場はねちょっと予想に入れてなかったんですけど、まあまあ豆抜きも当たったんで、まあそれなりに当たったんじゃないでしょうか。パウパーはその動画撮ってから発表されてたんで入ってないんですけど、まあ、というわけで、今回は禁止改定後のパイオニア環境をちょっと考えていこうと思います。まあ、今回ねパイオニアがかなり禁止と解禁両方あって、まあ、大きく環境が変わりそうなんですけど、まあ、まず禁止された地質鑑定士ですね、発見使ってる人たちもその、まあ、明らかに地質鑑定士の方が強かったって言ってるんで、まあこっちの方をね禁止するのは結構妥当なんじゃないかなと。まあコンボ自体はねゾウの方は残ってますし、まああのコンボがまあ研究されていくのかもしれないし、まあちょっとこれは楽しみにしておきたいなと思います。でもう一つ、カーンですね、まあ、カーンはこれも別に結構妥当かなと、まあ、ずっと強い強いと言われ続けてて、そのプールが広がれば広がるほどねサイドボードのアンティワークと選択肢が増えていくんで、まあいつか禁止されるだろうなとはまあ思ったんですけど、まあ、今回まあ禁止された、まあ、とうとうなっちゃったかっていう印象ですね。ルーアはね多分強いと思うんですけど今でも、まあ、今回まあ生き残ったんで、まあラクボスは結構ね変わらず残ってて、まあ今後また使いたいなっていうデッキになってきましたね。はい、で今回その大事なのは、あの解禁された密輸人の回転翼機、まあ、通称コプターなんですけど、まあ、このコプターがそのパイオネで使えたのって実はね2ヶ月ぐらいしかないんですよね。とりあえず最初は禁止をどんどん出していくよっていうまあ方針で、まあこのパイオネはスタートしたんですけど、その同じ年の12月にまあ禁止されたんで、本当にまあ2ヶ月ちょっと、まあ、禁止理由がアグロデッキ全員コプターしか使ってないやんっていうので、まあ予約するとまあそんな感じで禁止されたんですね。今のプレイヤーは強さをあんま知らない人もまあいるかなと思うので、当時どんだけ強かったかっていうのをまあ簡単にまあ解説したいと思います。このコプターのまあ能力ちょっと見ていきましょう。まずまあ2マナのアーティファクト機体で、まあ、3-3で登場1、攻撃に参加するかブロックした時にカード1枚ルーティングしても良いで飛行を持つ。これがね、本当に強い要素が詰まってるんですね。まず、まあ、軽いし、でその登場が1っていうのが、まあ、ほとんどのクリーチャーに乗ることができるんですね。序盤からアタッカーとしても計算できるし、軽いルーターっていうのがかなり事故を防止してくるんですね。僕これまでの動画でも結構その軽いルーターは強いみたいなことを言ってる時があったんですけど、まさにこのカードはそれに当てはまるカードなんですね。でこのカードは出た時から本当にやばいやばいって言われ続けてて、まあ、実際発売直後に行われたスターシティゲームズオープンっていうのでトップ8に残ったデッキ全部がメインに4枚ずつ、トップ8で32枚採用のカードだったんですね。まあその時点で結構もう凄さ分かると思うんですけど、まあ、その後に行われたグランプリクアラルンプールでも32枚採用されたっていう実績のあるカードですね。まあ、スタンダードで禁止された時の理由っていうのは、なんかもうちょっと強いカードとしてはね、まあ、作ってはいたみたいなんですけど、もうそれを上回って強かったっていう、予想以上だったっていうのがまあ書かれてましたね。はい、まあ、僕らも使ってみてこれ大丈夫かと思い、いつか禁止されるなと思いながらまあ使ってたら、まあ本当に禁止されたみたいな印象を当時のねプレイヤー持ってたと思います。でまあパイオニアでその使えるようになった時、まあパイオニア始まった時もやっぱりみんなそのコプターを入れたアグロデッキをまあいろいろね組んで、まあいろんなデッキを結果を残したりはしてたんですけど、まあそれが結果、まあそのまあ前にも言った通り、みんなアグロはみんなもうコプターを使ってるからこれちょっと禁止するねって言って禁止されたんですけど、まあ今回ちょっとその周りのねカードパワーが上がったっていうところでまあ解禁されたっていうのはあるんですけど、みんなコプター入りのデッキをかなり模索してて、解禁されてなんかあんまり強くなかったなみたいな感じで使われないカードとかも結構あると思うんですけど、このコプターに関してはもう間違いなく環境を定義するカードにまあなるなという印象でした。まあ、既存のデッキだと、まあまあ、白タンアグロとか、まあマーホーク、まあ、新しくできた、まあ、マーホークとか、まあ、ラクノスビットエンジンもすんなり入りますよね。まあ、2ターン目コプター西南銀行アグじゃなくてコプターになって、3ターン目グーワを出すとグーワのトークンでコプター乗れちゃうんですよ。その時点でもうこのデッキ絶対事故らへんやんって、ルーティングしまくって本当にデッキの安定性がすごい上がる結果になりますね。これは
本当にクリーチャーデッキだったら基本的にまあ入れて問題ないんじゃないかなと思いますね。ボロス召集だけちょっとクリーチャーをね横にずらーっと並べたいデッキなんで、まあデッキにはちょっと合ってないかなとは思うんですけど、まあそれ以外のね普通のビートダウンデッキに関しては、まあ密輸の回転翼機、まあ基本的にまあ入ることになると思います。コプターが増えて、まあ、アグロがまあ強くなることによって、まあ、ちょっとコントロールとかは苦しくなるかもなと思いますね。はい。この回転翼機、まあ、機体なので、全体除去に引っかかりにくいんですね。思考の氷結とかそういう、まあ、全体除去に対しては基本的に引っかからないので、その分やっぱりちょっと黒、3点クロックがずっと残り続けるっていうのは、やっぱりそのコントロールとかに対してはちょっとかなりね、向かい風かなと思いますね。はい。で、最近詞、まあ、あり得るなとちょっと思ってて、昔のモダンでゴルゴリのハカトロールって一回解禁されたんですよ。まあ、その時ってまあ試しに解禁してみるよみたいな感じだったんですけど、やっぱり強すぎて、でやっぱりちょっとそのハカトロール強すぎたらすまんっつってまた禁止されたんですけど、このコプターもまあ一回解禁してみたものもやっぱりちょっと強すぎたらごめんってなる可能性もちょっとあるカードかなとは思ってますね。はい。ちょっと改善されたばっかで実際そこまでじゃなかったっていう結果に終わる可能性もあるんですけど、何のデッキにも入るんですよねこのカード。その良くないのが本当に無色の2マナっていう本当に軽い、まあ、デッキを選ばないすごい強力なカードなんで、とりあえずコプター4枚から構築っていう風になっちゃうと、まあ、そこはもう禁止の対象になっちゃうと思うんで、もう一回それがあり得る強さのカードだとは思ってます。僕もちょっとピンとこない方は、まあ、実際一回その入れデッキを回してみてほしい。で、例えばその入れた人間対入れてない人間みたいな感じで戦ってみると、もう強さも明らかに違うんで、まあ、そこはちょっとね一回試してみてもらいたいなと思います。はい。正直そんなに長く僕は使えないと思ってるんで、今のうちにたくさん使って遊んでおきましょうというのがまあ僕の意見ですね。はい。というわけで今回ですね、まあ、コプターの話、まあ回転翼機の話しかしないんですけど、まあ、今後のパイオニア環境はもうほぼ間違いなくコプターを中心にメタゲームが動いていくと思うんで、ちょっと覚悟しておいた方がいいかなと思います。というわけで、これ外れてたらね、動画知らぬうち消しているかもしれないですけどまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。